何のための確定申告だったんだ。本当だよね、ナオさんね。笑えるよね。俺もね、結構それ思う。何のためかっちりやらなかったらね、多分ね、大丈夫だったんだよ。かっちりやりすぎてこうなったんだよ。こじらせまくってるんだよね。行政の圧力で切れた。違うよ、30分で延長しなかったんだよ。この2日間、花火があんまり上がってなくて困ってるんです。新しいフォロワーさん紹介します。サナさんフォローありがとう。頑張ります。応援よろしくお願いします。かっちゃんはどつ？TS ざっと見ました。間違ってたらすいませんが、例えば僕があの時飲んだ金額も和道さんが区役所に払わないといけないんですか？そういうことはコッペ。コッペ、利用者だからわかるでしょ？おかしいって思うでしょ？リオンさんチョコありがとう。俺コッペは利用者なんだよ。コッペは怒られた方なの。それを俺のプライベートマネーで払った。しかもね、これね、もう一個あるんだよ。コッペに対してプライベートマネー払って役所にも払うから俺二重に払うんだよ。この理屈わかる？俺100万円リスナーさんからもらって100万円分全部ばらまいたわけじゃん。客に。それを区役所に返還しろって言われてるから、なんでマイナスになるんだよ。おかしくない？ハチさん花火ありがとう。ハチさんから花火いただきました。神セブン、ハチ神様ありがとうございます。この理屈わかるかな？2倍お金払うことになるんですよ。納得いかないでしょ？ただで仕事しただけじゃなくて、それも返せって言われてんの。だから俺はコッペにおごって、それをさらに役所に返せっていうか、二重計上じゃん。言ってる意味わかる？これね、経営者だったらわかるんだよ。絶対おかしいの。花火ありがとう。8、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、あ、14回やりすぎたわ。パオは自分で経営してたんですって。嘘だよ、自営業だよ。よいしょ。ういっす。ありがとうございます、ハツさん。助かります。言ってる意味わかるかな？ってことはさ、売り上げれば売り上げるほど俺倍お金かかってくの。ハッチさんから3発目の花火いただきました。ありがとうございます。たくみさん、ワード2。経営者じゃないがわかりますよ。わかるでしょ？意味がわかんないでしょ？そんなことやるバカいないじゃん。福蔵さん、バーガープレゼントありがとう。2、3、4、5、6。バーは畳んだよ。もう3年ぐらい前の話。ハチさん、花火ありがとうございました。福蔵さん、バーガーありがとう。8、風船10個ありがとう。頑張ります。でも、どう考えてもおかしいよな。どう考えてもおかしいと思うよ。今回の件に関しては。だから公開文書で、異議申し立て書も全部公開するから、みんなに。花火でそれする。花火一発に関して6回やります。で、1ヶ月間やったらこういう腕になった。もともとさ、ガリガリのニートで腕鍛えたことなかったんだけど、撫で方で。すごい変わったってみんなに言われるよ。今33センチまで増えた。面白い内容だと思うんですけど、ツイッターの拡散希望のところに内容がないのが残念。短文で説明するの難しいと思いますけど。もう釣りタイトルにするしかないかなと思ったの。要は、要点だけバッて書いて、要は炎上じゃん。こいつバカだ。生活保護で自分で首絞めてるよっていう、あえてそういうやつにしたんですよ。そしたら2チャンネルとかで取り上げられそうじゃん。生活保護受けてたバカが100万請求されて笑ったとかタイトルになるじゃん。そしたらバーって広がるでしょ。そしたらこれをメディアで取り上げてくれるじゃん。その時に自分の主張バチンって言ってあげようと思ったの。わかる？俺はあえてバカっぽく書いたの。そう。あえてかっちり言うんじゃなくて、かっちり消化するんじゃなくて、これ広めようぜ、バカを晒してあげようぜっていう戦略的にやってます。OK。その点は。ゴミカスさん。要はバズマーケティングってやつですね。新宿でしたよね。家賃いくらでした？家賃いくらで計上してたかな？ちょっと昔だからね、今書類出てこないけど、多分10万払ってた。腕周り今33だね。もともと28だったから5センチアップしたね。でも役所からリスナーからもお金入ってるから二重支出ってことになるのかな？違うんだよ。リスナーからお金が払って、それを来た客におごったことになるじゃん。わかる？
3000円振り込まれたら3000円分このお客さんの分を払うことになるの、俺が。わかるでしょ。で、さらにその3000円っていうのはお前の収入だから役所にも返せって言われてるから、3000円振り込まれたら俺6000円の支出になるんだよ。意味がわかんなくない？これ、こんなビジネスモデルなくない？言ってる意味わかる？わかる人いる？わかった人手挙げて、わかんない人手下げ。リスナーさんから3000円振り込まれます。で、コッペにおごってくれってことは、俺がコッペに3000円おごることになるじゃん、俺の収入だとしたら。で、3000円コッペにおごったのに役所から3000円返せって言われるんだよ。意味わかんないでしょ。振り込まれれば振り込まれるほど払う仕組みになるじゃん。バカでしょこれ。バー経営する前に役所に許可を取ったんですか？当たり前じゃないですか。うん、っていうよりも許可が必要ないです。うん、そもそもハッチわかんない。例えばさ、ハッチがコッペがお店の客で言いました、バー配信の時に。で、ハッチは見ててコッペ気に入ったと。コッペ金ないんだったら3000円分飲み代払ってやれよっつって俺に振り込むの。要はコッペの売り上げを立て替えるんですよ。 OK？ そうすると役所の言い分だと、それは個人的にあなたの収入で、あなたがコッペにおごっただけでしょっていう判断をされたの。つまり俺が収入を、俺はハッチの考え方だとコッペに対して3000円払ったはずなのに、俺に渡した、俺が受け取ったと。で、俺が売り上げの中で3000円払ったと。でしょ？ってことは俺の3000円消えてるんですよ。俺がコッペにおごった形になるので、さらに役所から3000円返還しろって言われてるのよ。意味がわかんないでしょ。じゃあその役所の言ってること最初と違いますね。ね、ちょっとそこが問題になってない。ハチわかった？でしょ？だからそんなの意味がわかんないっつってんの俺は。怒った時の出勤年表あれば大丈夫だけど、なければアウトだと思う。それがね、厄介なことにね、全部あるんですよ。全部あるんですよね。コッペって書いてあるよ、多分。はあ、全部あるんですよ。ほら。ほら。全部ある。ほら。はあ、やばいでしょ。抜け目ねえでしょ。うん。でも生活保護の収入も一旦はあったんじゃないの？あのね、そこじゃないんですよ。生活保護の収入じゃなくて、生活保護とは何なのかっていう話なんですよ。実質5ヶ月ぐらいの営業期間で70万円の請求って安くねえか。安くないかっていうか、170万あるんですよ。つまり銀行を経由したお金が60万ぐらいあるっていうこと。そこが問題になってます。簡単に言うと。現金計上じゃないです。5ヶ月の売上だと、売上ベースで言ったら170万なんですよ。うん。つまり銀行を経由したら60万が問題になってる。そこです。厄介でしょ？うん。まいったよね。マジで100万返せって言われてるんですか？言われてますよ。はい。見ます？ 100 万じゃない、約100万ね、ほら。返還金額、返還金額書いてあるでしょ。見せようか。これまだ正式な文書じゃないんだけど、役所が出してきた紙っていうのは96万。ちょっと待って、ピンボケがすごいね。96万9827円、約100万。うん、ただね、役所の見方の方が俺は間違ってると思うけどね。店の口座とワズさんの口座が一緒だったら見分けつかないな。ですね、まず、個人事業主っていうのは、店の口座っていうのは、作ることは作れるんですけど、経理上の法律的な観念で言うと、全部、例えば、株式会社ね、屋号株式、和道っていうのと、屋号インターネットタレント、屋号バー島津っていう、三つあったとするんじゃん。これ全部、個人なんですよ。これ個人なの。みんな知らないかもしれないけど、屋号がついた口座って作れるけど、必ず、個人の名前が絶対入るの。で、経理上は全部個人なの。3つあっても4つあっても100個あっても関係ないの。全部個人1個で申請するの。みんなさ、例えば店を5店舗やってたとするじゃん。で、株式会社にしてないとするじゃん。そしたらみんなの頭の中では5店舗それぞれ確定申告すると思ってる人いるけど、違うの。5店舗全部まとめて1人で確定申告するんですよ。だから経理上問題ないです。
役所は振り込みは和道の収入って見てるから難しいよね。まあそこを揉めてる感じだね。知り合いの腕のいい弁護士、金が払えないっす。申し訳ないっす。だから無償で動くっていうか、これ憲法論争にしたいって言ってただで動くっていう人じゃないと意味がないんで、できればそういう左系の弁護士さんとか共産党系の人に情報が伝わるようにしたいんで、リツイート飛ばしてくれたりする方がありがたいですね。うん、お金は払えないです。申し訳ないです。そうなんですよ、臨機大さんの言う通りで個人名になるんです。名前は何でもいいんです。うん、難しいよこれは。でも経営者の頭と生活保護に関する知識と法律と憲法に関する知識が最低限必要な話題なんですよ。いや前例がないの。要は日本で前例がないことをやっちゃったんですよ。風船10個ありがとうございます。でもさ、普通に考えて頭おかしいでしょ。合法だっていうことを言い訳に、俺は合法なら何やってもいいっていうのが俺の論法だから、合法なのを言い訳に生活保護なのに店作って店で売り上げてインターネットタレントで生放送で収入上がって生活保護抜けちゃった事例なんてないでしょ。ある？聞いたことないでしょ。これやっちゃったのよ俺。ありえないでしょ。生活保護受けるやつはいっぱいいるけれども、生活保護でインターネットタレントで自分の店7店舗やって抜けたやつなんて聞いたことないでしょ。ありえないでしょ。ありがとう。サトシさん気持ちありがとう。いろいろすごいでしょ。だからめちゃくちゃなの。現行の法律に追いついてないの。170万売り上げあって60万か70万くらいしか請求来てないの。それ経費引かれてるのでは。違います。ハチコさんね、170万ぐらいの売り上げはあるんですけれども、銀行口座を経由した金額っていうのが70万とか60万とかなんですよ。だから、要は普通に現金やり取りしてお金払う客もいるわけですよ。だからその分は問題ないっつってんの。意味がわかんないでしょ。7店舗そんなにやってたのは違うよ。1年半で7店舗潰したんだよ。ギネス記録だって言われてるからそっちの方がすごいって言って。7店舗やってたんじゃないんですよ。1年半で7店舗潰したんですよ、僕。逆。逆によく7店舗出資者そんな集めたなって言われてるの。まず生活保護者が成功して抜けたなんて事例すら珍しい。成功かどうかわかんないけど。面白いでしょ。だからね、やってることがめちゃくちゃなんだよ。我ながらめちゃくちゃだと思うよ。本当に。そりゃ頭抱えるわっていう。ギリチョコありがとう。潰したってことは経過捜査。いやいや、ちゃんとやってましたよ。判例作りたいなら裁判沙汰で大きくするならメディア取り上げてもらって、案件受ける受ける主義をいますかね。どうだろうね、わかんない。ただもう祭りにしようと思ってる。やつさんいらっしゃい。そう、銀行分ってことだけです。実際の純利益はいくらなんですか。純利益は今データを持ってないので今出せないです。はい。潰したのか。作ったこともすげえけどな。潰しましたよ。作って潰しました僕は。でもね、実際の純利益は最初の月はね、1万とか2万とかだった。3万とかで、最後の5ヶ月目とかでやっと10万とか売り上げるようになってきたの。うん、それをきっちりやってた和道さんが真面目すぎる。事業家っていうのは絶対きっちりやります。領収書取ったりとか記録を作ります。大体で大丈夫です。170万だったら純利益70万ならだとかな。あ、違います、違います。ですね、最初の売り上げ自体が10万とかだったんですよ。で、利益で残ってたのが2万とかだったんです。要はどれくらいだ、20% ぐらい、18% から 20% ぐらいだったんですよ。で、最初は仕入れ代がかかっていったから、利益が少なかったんですよ。酒のボトルを入れてたんで。で、後半楽になって純利益率がぐーって上がってきたんですよ。後半の売り上げ70、1ヶ月で70万の12万とかだったかな。人権云々言いたいのはわかるけど、棄却どころか却下でしょうね。多分ね、ヤッチさん途中から来てるからだと思うよ。多分ね、話の内容を理解してないと思う。風船10個ありがとう、プレゼント。新しいフォロワーさん、シシマルさんフォローありがとう。多分最初の方のボトルとかは開業資金に当たります。開業資金に当たる。うん。アイテムで応援する。ありがとうございます。風船10個ありがとう。うん。経費に当たりません。仕入れ代に当たらないのかな？どうなんだろうね。でも原価償却できるじゃん、開業資金であるなら。それってまずいの？どうなんだろう。私修行なんでふわっち、ふむふむってさっきから聞いてます。ふんふんふん。修行弁護士さんとかですか？どうなんだろう。
じゃあ入れてくるわ。もし客の配信者に振り込みもらってこれ現金化して和道に払ってたらセーフだった。他の客の配信者にセーフだったね。セーフっていうか完全合法証。今店がタッチしてないじゃん。うん、完全ホワイトでしょ。そうしたらだって店が売り上げ客から取るだけだもん。それノーコメント了解です。難しいですね。結局これが OK になると赤字経営の生活保護がまかり通ること。俺赤字経営は出してないんですよ。赤字形状出してないんですよ。全部黒で出してんの。ただ少なかったんですよ。だから赤は出してないです。一回も、うん、一回も赤は出してないです。アイテムっていっぺんに送れないの？送れますよ。あのね、アイテムいっぺんに送る方法あります。アイテム、アイテムを渡すときにプラスボタンみたいなのがあって、それをやるとね、10個とか送れますよ。うん。経費もそう。うん。そうそうそう、口座取引のみ対象ってこと。そうそうそう。そう、そういうことなんですよ。だから、それの論拠っていうのが、生活保護法に、個人口座への銀行振込は、すべて、所得とみなすって書いてあるの、一文。そこが論拠になってるの。うん。プラスボタン？スマホでやってる？どっかにあるはずだよ。みんなやってるよ。うん。すいません。赤字経営というのは生活保護を必要とする収入しか得られないって意味。ああ、そういうことか。うん、うん、うん。なるほど。でも、それ OK ですよ。多分ね、ハピコさんが言ってることって、なりわい扶助で検索すると面白い事案が出てくるんで、ハピコさん、なりわい扶助って検索してみてください。要は生活保護法の中に自営業の仕入れ代を保護するっていう項目があるぐらいなんですよ。だから自営業認めてます。PC。PC だとどうやってやるんだろう。誰か教えてくれないかな。アイテムを大量に送る方法を教えてあげてもらえませんか、誰か。プラス100個とかやる方法。うん。事実上は自営業で収入ない人が生活保護 OK なんですけど、大体事実上では自営で収入ない人が生活保護 OK なんですけど、大体自己破産したり、そうだね、大体するだろうね。俺はただしないって言ったの。売り上げこっちの方が上がるからって言って。そこに違法性はない。厳密には税務的なアドバイスは修行以外がすると違法になっちゃうんだっけ？いや、ならないと思うよ。わかんないけど。それを書面で書いたりしたりとかやったらアウトなんじゃない？その辺わかんないわ、俺。これ税理士じゃないから。いや、超勉強になるっていうか、超頭抱える案件だよ、俺からすると。最悪だよ、最悪。保護費は投資ではないから難しいところだ。保護費を投資に回してないですよ、僕は。保護費は投資に一切回してないです。うん。花火はまとめて送れない。チロ君、ギリチョコありがとう。花火は連打だね。花火は連打です、うん、行政書相配信楽しみ。さてさん、どうなるかね。まあ書面がまず届いてからだよね。もう本当にね、10年戦うつもりでやってる。なにわい扶助は知ってますけど、今回のは難しい。俺、なにわい扶助は申請してないです。赤字ではないんだよ。事業項目的には、なんつうの、生活保護をそれ、中に入れてるから赤っていう表現してるじゃん、ハピコさん。生活保護っていうのは生活を補填するための仕組みだから、だからあくまでなりわいはなりわいじゃん。俺はそれを赤っていうのはおかしいと思うよ。プラスがあった時点で黒っていうべきなの。やつ楽しみでしょ、これ。前例ないと思うんだよ。で、特に事業だから詳しいと思うんだよ。だから、どっちに転ぶのかっていうのは楽しいと思うよ。やっちは。こんな事例見たことないって言うと思う。ないでしょ、やっちさん。面白いでしょ？どんどんやれって感じでしょ？風船プレゼントありがとう、マミリンさん。言い方ごめんなさい。生活保護を要する収入として捉えてください。でも、わかるわかる言いたいことは。だけどね、そこをごちにすると生活保護とは何なのかっていう根本が崩れちゃうんだよ。腕の太さは、はい。ひょろひょろだった腕が、ふわっちで花火やるたびに、やったらこうなりました。パンチ力がですね、今170キロです。
パンチ力170キロです。このパンチ力をテルチャンピオンは顔面で受け止めてくれるそうです。170キロのパンチを顔面で受け取れる、止めてくれるんだって。で、3ヶ月後もっと重くなるんで、200キロのパンチ目指してます。生活保護って人によって金額違うんですか？年齢とかによってだいぶ違いますね。最高裁まで争う構え。俺はとことんやろうと思ってますね。金が続く限り。腕立てじゃないです。ダンベルですね。税務アドバイスは税理士登録してないとできない、してない人がすると、無償で口頭でも税理士法違反だね。たまに見せしめ逮捕ある。へえ、電気屋さんありがとう。勝てば和道裁判として、そうそう、それがやりたいんですよ、サーテさん。負けても勝っても、生ポで戦ったバカがいるっていうの面白くない？生ポで躍起になって裁判を起こしたバカがいるって面白いじゃん。今 8.5 キロっすね。1ヶ月によって重さ変えてます。どんどん追加してます。今 8.5 です。面白くない？もし応援してくれる人、リツイートしてね。リツイート今ツイッター何回でもできるんで、ガンガンやってください。定期でやってください。生活保護費はね、だいたい俺の年齢だと、僕は障害者年金もらってないんで、だいたいね、8万円プラス家賃だと思ってください。8万円プラス家賃だと思ってください。酒飲みながらやってもそんなになるか。俺酒飲んでないですよ。もう酒やめてから半年ぐらい経つのかな。酒はもうやめました僕は。面白いよねー。本来はというか一般論ですけど、まず働けるなら何かで働いて一定収入を得てからお金で開業って筋になりますしね。そこはね、多分ね、倫理的な問題と合法的な問題で僕倫理観がすごい飛んでるんですよ。リオンさんバーガープレゼントありがとう。マミニーさんどうも。腕たくましくなってるでしょ。肩こんなんじゃなかったでしょ。やばいでしょ。すげえ変わったって言われるよ。腕、肩が違うって言われる。カットが入ってるって、ここに。わかる。肩がね、もう太くなったってすごい言われる。こことかカット入ってるでしょ。そう、これで戦うかんね。開業資金は出ない。その筋肉で払えるか言ってら喧嘩っていうかね、今度てるちゃん、便所太郎さんっていう配信者の企画で、5月か6月に配信者同士のぶん殴り合いの K1 ルールで僕出場するんで、もし応援してくれる人フォローしてくれたら嬉しいです。てるちゃんぴんっていう人と戦います。ぶん殴り合いです。3分3ラウンド、K1 ルール。格闘技配信やります。はい。で、今トレーニングやってます。よろしくお願いします。開業資金自分で出すとなると、今度は自己資金。開業資金自分で出してないですよ、僕は。ならないです。開業資金は僕出してないんですよ。要は、店を曲がりしてるんですよ、僕は。で、そのボトルっていうのを原価償却していったんです。要はもうセットで組まれてんの。貸し出す時の条件で。こうなったら力づく？わかんないけどね。どうなるかはまあやってみようかなと思って、納得いかないなと思ってるから。納得いかないなと思ったことは戦うべきでしょ。今日寝てないっすよ。リスワン取りたくてさ。1万円欲しいじゃん。自力で1万円稼げるなら自力で取りたいと思ってるから。そしたらリスナーさんの負担が減るでしょ。何でもかんでもリスナーさんに甘えるんじゃなくて、プロ配信者名乗るんだったら、閲覧も取れるようになって、リスナーさん楽しませることができて初めて一人前だと思ってるから。俺はだから毎月リスナーさんに約束してるのは、毎月俺はリスワン取るよって。3ヶ月連続で取ってるんで、今日4ヶ月目取りたいと思ってます。よろしくお願いします、応援。最初にお店出す時の状態揃える資金は開業資金にあたります。揃ってる段階で始めたんですよ。アイラと金梅がいるからな。アイラと金梅がいるってどういうこと？
最高裁まで行かなくても法務局のホームページに載れますよ。載るのか歴史に名は刻むのか、とりあえず。うん、まあね、でもそうだよね、いろんな問題が出てくると思う、本当に。なんでバーやめちゃったの、減らって売り上げ上がんないで減らってやめたもういいやつって、向いてねえやつって。マンスリー1位じゃないよ、今日はリスワン狙ってるの。リスワン、マンスリーじゃないよ。マンスリーのアイラと700万と張り合おうなんて思ってなくて、俺が今戦ってるのはツバニャンと戦ってます。こっち、ツバニャンとリナネコと戦ってるリスワングランプリの方です。こっちです。僕今1位です。イエイエイ、みんなありがとう。まあデリケートな問題だと思うよ、本当に。ハピコさんの言う通り、だから頑張んないといけないと思ってる。うん、まあ大体さ、どっちがどっちだか分かんないから揉めてるから裁判になるわけじゃん。明らかにどっちか負けるって分かってたら裁判自体が起こらないんだよ。 D プラスの影響じゃないんです。 D プラスを知らなかったです、僕。まあだいぶ和道が自由にやりたい放題できる状況。そうだね、さすらいさんにそう言ってもらえると嬉しいよ。暴れ回ってるだろ、生活保護抜けてさ、生ポっていう鎖をさ解き放ったらこんなにこいつ暴れるのかっていうね、やりたい放題だなっていうね、生き生きしてるぞ、うん、普通さ100万円さ請求来たら減らるじゃん。うわどうしようとかさ、どうしようってなるじゃん。もう全然だよ、やっちゃおうぜっつって、おー全然払う気ねえよってやろうぜ、腕がボーボーですよ。早いらっしゃい。分かっててやるという話はそれもありだと思いますが、俺はでもね、負ける気はしないですね、全然。明らかに負けます、正直。憲法論争にするんだったら負けるけれども、おそらくみんなの見立てでは、別の手続きをして行政なんとかっていうのを通すんだって。そうすると和道の言い分は絶対通るってみんな言ってます。つまり、利益だけをお支払いしますっていうところだと和道は絶対勝つって言ってるの。ただ和道が言ってる憲法問題、要は違憲問題に変えると、絶対負けるっていう。この二つですね。役所プロなのであんまり悪態つくと痛い目見そうな気もします。違う観点から。あ、僕はですね、もう3年半ね、役所と戦い続けてきたんで、それはもう痛い目見てます。はい。アイラの収入実際いくらぐらいになるの？700万ですね。手取り。680万って言って、その次の日売り上げちょっと上がったんで700ぽっきりです。先月は。去年はね、5ヶ月で年収1500万超えてますね。あやて呼び捨てでドキッとしてしまいました。あどうも、すいません、ドキッとさせてしまって。あやさんいらっしゃい。まあまあ、じゃあ皆さんお疲れ、ちょっと休憩するわ。ありがとうございました、お疲れ様です。もしよかったら僕の YouTube チャンネル登録してください。過去の動画が全部載ってますので、聞きそびれた部分は全部 YouTube に載ってます。お疲れ様です、また夜会いましょう、お疲れ、あざーす。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。